皆さんこんにちは、イレジェンド木村です。本日はピチピチハッピーチ風味、こちらのねレビューをやっていきたいと思います。もうピチピチっていうだけあってね、新鮮なねピーチのねフレーバーがね再現されてるんじゃないかと思います。早速ね飲んでいきたいと思います。ビールジェンドプロテインではね、お試しパックっていうのが販売されております。1キロパックで、ね、いきなり買ってね、自分の口に合うかわからない心配だなっていう方がねおられると思います。そういった方はね、ぜひねこちらの1食パック飲んでいただいて、お口に合うかどうか確認していただいてから、こちらのね1キロパックのね購入していただければと思います。こちらのねお試しサイズは13フレーバー展開されております。そちらのねまとめ売りもねやっておりますんで、全部ね試してみたいっていう方はね、ぜひねそちらの方を購入していただいて、試していただいてから自分のね口に合う商品探していただいて、1キロパックの購入していただければと思います。こちらのね1キロサイズのねプロテイン購入していただくと、こちらのね赤い袋に入ったスプーンが付属してきます。こちらのねスプーンをパウダーすり切っていただくとね、約ね 30g の計量ができるようになってます。でそちらをね水に溶かして飲んでいただくと、1食あたりタンパク質がね 20g 取れる計算に、ね、なっておりますんでね、ぜひねこちらのスプーンご活用ください。お水だいたい 150ml から 300ml で溶かしてくださいって書いてます。濃いのがね飲みたいっていう方は、水の量を少なくしていただければ味がね非常に濃くなっていきます。ちょっとね濃いなって感じる方は、水の量を増やしてあげると味がね薄くすることができます。水の量を調整して味の濃さ調整してあげてください。僕はだいたいねいつも 200ml で飲むのが好きなんで、 200ml で飲んでおります。本日はこちらのねお試しパックから入れてね飲んでいきたいと思います。こちらのねお試しパックの方にも、あの切り取り線ついてますんで、もうあのハサミなど用意する必要はありません。もう外出先でもねちぎるだけで、ね、パウダー入れられますんでね、ご安心ください。もう非常にねあのピーチのねいい香りがしますね。パウダーご覧いただけますか。通常のね白いパウダーとねほぼ変わりないお色ですね。これもぎたてのピーチの香りがしてます。じゃそれでは入れていきたいと思います。こちらシェーカーの蓋の方を逆に回していただいて、カチッという音がしてからしっかりまた閉めてあげます。綺麗に溶けてますね。泡立ちもねダマももうほとんどありません。あの水に溶かすとね、本当にピーチのねあの香りがね引き立ってますね。それでは飲んでいきたいと思います。いただきます。うまい。もう本当にねピーチジュース、よくねちっちゃい頃にねあの缶に入ったトロトロのピーチジュース飲んだんですけど、本当にねあの感じにね近いんじゃないかなと個人的に思います。ホエイプロテインっていうだけあってミルク感ね感じるのかなと思ったんですけど、まあ、そこまでね感じることがありませんでした。もうそれぐらいねさっぱりとジュースのようにね飲んでいただける仕上がりにねなっていると思います。あのさっぱり系フレーバー好きな方はね本当に好きなフレーバーなんじゃないかと思います。ぜひね桃がね好きな人、ぜひ一度ねお試しください。それではねこちらのピチピチハッピーチ風味のね味をね星5段階で評価していきたいと思います。甘みに関しましては星3とさせていただきます。ピーチのね持っているね程よい甘み、うまくね再現できてるんじゃないかと思います。酸味に関しまして星4とさせていただきます。パッションとかねベリーとかにはね及ばないんですけれども、それに次ぐぐらいね酸味をね感じることができるフレーバーなんじゃないかと思います。スッキリに関しまして星3とさせていただきます。ピーチジュースのようにねスッキリとね飲んでいただけるね味付けとなっております。クリーミーに関しまして星1つとなります。ホエイプロテインっていうこともあってね、クリーミー感ね強いのかなっていう風に感じたんですけれども、ほとんどね気になることはありませんでした。甘み3、酸味4、すっきり3、クリーミー1ですね。ぜひね商品購入の際にご活用ください。ピチピチハッピーチ風味の栄養成分表示ですね、1食 29g あたりですね、エネルギー 111.4kcal、 タンパク質 20.5g、 脂質が 1.1g、 炭水化物が 4.8g、 食塩相当量0.1g、 ビタミン C39.7mg、 ビタミン B6 が 0.8mg となります。まるでねもぎたてピーチのようなねフレッシュ感、うまく再現できていると思います。結構あのどっちかというとスッキリ系のねフレーバーになると思います。ベリベリベリー風味であったり、パッションフルーツ、南国パイン、あとみかん風味ですね。その辺のねフレーバーがね好きな方に気に入っていただけるねフレーバーになると思います。ぜひ一度お試しください。こちらのね動画のね概要欄の方にね商品ページに飛ぶね URL
URL 貼り付けておきますんでね、ぜひね気になる方はねそちらから飛んでね購入いただければと思います。それではねまたね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。